慶文王は、新羅の第48代の王であり、姓は金、意味名は、楊蓮。父は、第43代、貴公王の子の弘明や、母は、光和夫人、王妃は、先代の建安王の娘の寧花夫人。861年1月に、建安王が死去し、王子がいなかったために、婿の楊蓮を王位につけようとする意匠によって王位についた。唐に対しては、862年7月に使者を派遣して、土産物を奉納し、865年4月には、伊州から海部義堂参使、検校大尉、知事節、大都督鳥林州諸郡司、上柱国、新羅王に冊封された。また、この時には、王だけでなく、王妃、王太子、大宰相、小宰相へも貸品があった。869年7月には、王子の金種らを唐に派遣し、馬2頭、砂金100両、銀200両ほか、様々な新捧具を行った。この時には、李道らの学生を金種に従わせており、唐で学業を納めさせるとともに書物を購入するための費用として、銀300両を李道らに貸ししている。翌870年2月には砂の金本を唐に宿営させた。874年には吉宗からの千悟氏を受けており、唐との交流は王子の左官さを回復した。この間、864年4月に日本からも国使を迎えたことが記されているが、日本側の使書には対応する記事は一切ない。867年5月には、大戸近城で疫病が流行り、同年8月には洪水が起こった。地方各地でも穀物が実らず、王は各地へ安部の使者を派遣して、慰問に努めた。870年には、王都が地震、洪水に見舞われ、その冬には再び疫病が流行ることとなった。873年にも、飢餓と疫病が起こり、王は民に穀物を与えて救済したが、政情は安定しなかった。疫病などの薬剤と呼応するでもなく王都での貴族層の反乱が相次いだのは、その現れと見える。866年10月には、遺産の状況がその弟の宿教、末置と共に反逆を図った。事前に発覚して、状況らは、大山軍に逃走したが、捕獲されて斬刑に処され、一族が誅滅された。また、868年1月には、遺産の金英、金元らが反乱を起こして誅殺され、さらに874年5月にも、遺産の金州が反乱を起こして宮中まで至り、王は、この衛兵を派遣して撃破し、逃れた金州一味を捕らえて車先の刑にした。反乱者を捕らえきれないほどに統制力の低下していた。文政王の頃から比べると、少しは統制力は回復していたと見られる。在位15年目の875年7月8日に死去し、慶文王と送りなされた。埋葬地については記されず、王陵碑底も不明である。三国式新羅本紀、建安王記によれば、建安王の4年9月、王が臨海殿で軍臣と宴会をしているとき、王族の楊蓮は15歳にして宴会に、出席しており、前の方へ座っていた。建安王が、楊蓮の志を試すために、前人を見たことがあるかと問うたところ、楊蓮は、身分の高い門閥の子弟であるにもかかわらず人と会う、時には末席にあろうとする人、富裕であるにもかかわらず粗末な着物を着ている人、権勢を持っていながら、他人に圧力を加えない人、これら三人が前人だったと思いますと答えた。これを聞いた。建安王は、楊蓮の優れた資質に感激し、王の娘を嫁として与えようと考えた。20歳の姉と19歳の妹のいずれをめとるかを問うたが、楊蓮は丁重に礼を述べるだけで姉妹のいずれとも答えずに退去した。楊蓮がこのことを父母に相談したところ、父母は妹の方が器量が良いという噂なので、妹をめとるのが良いだろうと諭した。決心のつきかねた。楊蓮は、光琳寺の僧に相談したところ、その僧は、姉をめとれば3つの利益があり、妹をめとれば3つの損失があるだろうと教えた。結局は、楊蓮は、姉妹のいずれかを自ら決めることはせず、建安王には、王の命に従いますと答え、王は姉を降下させた。建安王が亡くなる時に王子がなかったため、王の遺言に従って、楊蓮は即位した。即位した景文王は、寧花夫人の妹を慈妃として迎え入れた。後に、光琳寺の僧にあって、姉をめとった場合の三つの利益とは何かと、尋ねたところ、僧は、建安王の意にかなって、寵愛を深めたことが、その1、その結果、王位を継ぐことができたのが、その2、そして、器量の優れた妹をめとることができたことが、その3ですと答え、景文王は、大笑いした、という。同様の話が、三国遺事記異、景文大王城にも伝わるが、建安王との会話のあった宴会の時に、楊蓮は20歳であったとされている。また、3つの特質を語ったのは、反教師というものであり、後日3つの利益の話を聞いた景文王は、反教師に、大徳の位と、金130両を賜った、としている。三国遺事記異、景文大王城では、先の嫁取りの話に続けて、景文王と蛇との話を伝える。さらに、三国遺事記異、景文大王城には、ミダス王の伝説の、王様の耳は、ロバの耳の一節によく似た話を伝えている。三国式白木本紀、景文王記の文中には、楊蓮とも言う。また、白木本紀、正清女王即位記には、蔡知燕の文集第2巻、謝罪造表を引用して、景文王の意味名を楊蓮と記している。三国遺事王暦では父を広明各官とする。また、三国式白木本紀では、景文王の6年に、暴父広明を追封して、義兄弟王とした。三国遺事王暦では義兄弟王とする。三国式白木本紀の文中では、三吉夫人とも記す。また、866年に、王母、牧師を、光王太后に追封したとする。三国遺事王暦では、第45代、神武王の娘の光和夫人としている。王母の姓が、牧師と記されることについては、唐に対して、同姓不婚をはばかったものである。宋王の脚注も参照。三国式白木本紀では、866年に文位王妃とされたとする。三国遺事王暦では、文子王后と記される。井上薬中 1980p385、中13日本では、明治38年に帝国大学教授、坪井久米蔵により紹介され有名になり、高木俊夫や南方熊楠などが言及する。金王毛はこの山主湯に対して、我が恥紙の読みをつけている。金訳 1997p155。ありがとうございます。